にちは、セイラです。ココミです。今日はじゃん、プッシュポップバブル選手権。プッシュポップバブル早打ち選手権。早打ち選手権じゃない、早押し選手権。選手権、選手権、対決。早押しプッシュポップバブル早押し対決、イエーイ。はい、ということで今回はこちらのプッシュポップバブルを用意しました。はい、では第1回戦です。はい、ハンバーガーとパイナップル、位置についてよーいスタート。はい、え、待って、これできない方。え、ね、できなかった。3つしかできない。ね、間違えた、裏表間違えたまま。ねえ、裏表間違えちゃった。いや、そういうのも含めるし、ね、そういうのも含めます。なんで裏表間違えたんだって。ダメだってば。第1回戦、ココミちゃんの勝ち。ほら、こっちだったら絶対優勝してた、ほら。優勝はい、第2回戦。はい、2回戦はそうだ、ポテトとユニコーンです。おー、おー、おー、ね、やだ。じゃあユニコーンはね、じゃあちょっとユニコーンは難しいから、こっちがいい。こっちがいい、こっちがいい、絶対こっちがいい。でもそっち36だよ。いいよ、いいよ、いいよ、こっちがいいって。待って、これがいいって。ポテトね、26だよ。最初はね、じゃあ、はい、位置についてよーいスタート。はい、早いね、ココミちゃん。これあの、やりやすいんですよ。あ、それね、確かに。あ、じゃあちょっと一遍反対でやってみたら。いいよ、ね、位置についてよーいスタート。はい、あ、ココミちゃんの方が早かったわ。よし、残ってる。残ってるわ。どうやってやってる。え、普通に3つよーいスタート。ね、やだ、コツ教えてくれ。スレちゃん、穴見てないでしょ。穴ちゃんと見てる。え、ココミの方、ココミのやり方見ながらやってる。第3回戦はそれも今じゃイカとユニコーンでーす。位置についてよーいスタート。はい、あ、シロちゃん。待って、これできないよ。一回やってみて、これだったら勝てる。自信ある。なんかちっちゃくね、これ。うん、そう、あの入らないよ、せいだったら。位置についてよーいスタート。はい、ココミちゃん。はい、ってことでこの勝負引き分け。え、でもでもでも、あの、合計の秒数で合わせたら私の方が早かった。あー、どうかな。そうかな、わかんないね。こちらのノート対キーボード。ノート対キーボードの対決、ね、絶対ノートの方が有利。それな、位置についてよーいスタート。ごめん、早くやっちゃった。早くやっちゃった、ごめん。はい、もう負けるからさ、どうせ。どうせ負けるからさ。はい、はい、せーちゃん。よーし、ごめん、早くやっちゃった。位置についてよーいスタート。はい、終わりました。見てない、見てない、せーちゃん見てない。いや、なんか音が鳴ってると思って。終わってた。終わりました。ただいまの勝負、ココミちゃん。イエーイ、引き分け。やった。じゃあ最終勝負です。まあ、そうか、こちらの120個、いいですか。やだよ。位置について、あ、待って、怖いてた。よーいスタート。あ、ごめん、先にやっちゃった、ちょっと。はい、終わりました。え、何してた。え、どういうこと、どういうこと。え、いつの間に。もう一回やろう、こっちで。え、こっち硬いんよ。位置について、まだね、こっちか、こっちやったんだ、ね、すごい。位置について、はい、いいですか。位置について、よーいスタート。できました。え、ちょっともう一回、もう一回。いや、何回やってもいいし。位置について、よーいスタート。あ、しーちゃんの方が、あれ、いや、うちの方が早い。うん、1個残ってたよね。あ、これ優勝してた、ちょっともう一回やろう。めっちゃやってる、めっちゃ練習してんじゃん。よーい、スタート。
残り、いっぱい残ってる、いっぱい残ってる。よし。マイペースじゃん。最初早いって思ったのに、焦るのに最初。スタート。もうちょっと、はい、残ってるよ。勝てたいよ、ココミちゃんには。めっちゃ気にやらないし。はい、ということで、終了。今回のプッシュポップバブル早押し対決、ココミちゃんの勝ち。イエーイ、勝です。優勝したココミちゃんには、おっ、どうせタコのぬいぐるみなんですか。じゃーん、地球グミ1つ。1つ1つじゃあ12個。ダメです、1つ。これで掴んでみるのがいいんだ。掴み選べ。掴み取りしてみたい。ココミは関節が一歩一歩太る。4つ。4つかよ。じゃあ行きます。むずいね、意外と。むずい。ダメダメダメ、掴んで掴んで。お、結構すくったよ、6個。すごい。ね、追加にすくうな。はい、いただいて。こうやってやるのが夢だった。じゃあこれいただきます。はい、いただきます。お、おいしい。おいしい。食べてないよ、まだ。マジでチキングリーン久しぶり。今まで目玉グミとかしか食べたことない。目玉ばっかりだったね、ココミちゃんって、うん、めっちゃおいしい。ね、おめでとう。1日に何個でも食べる。セイラちゃん、ノノノノノノノ、負けたセイラちゃんには、負けたセイラちゃんには、地球組が2個。違う違う。じゃじゃん、こちらの地球組シリーズの、やった。はい、嬉しそうだな。どうぞ。スイカ狙い。おお、スイカちゃん、よし、おめでとう。もう簡単に開いた。うん、うん、本当だ。スイカの匂いがする。マジで。それリカブテルの確認。塩酸を書くとき。苦そう。いただきます。なんか柔らかそう。うん。はぁ、おぉ、え、中何味。スイカ中も。うん、美味しい。美味しそう。甘み。なんかこんな味食べたことある。中のウルトラマンはこんな味だったかも。食べたことある味だったって言ってもみんなわかんないと思う。からちょっとみんなに伝わるような感想を言わないと。そうですよ、ママに言われる。だからウルトラマンの味がわかるためにスイカの味とか言ってた。スイカの味でしたか。スイカの味がします。なんかココミが言ってたんだけど、なんかスイカバーって愛されるじゃん、うん、それに似てるって言ってました。お、わかりやすいです。今日のところはこの辺で。この動画が良かったら高評価とチャンネル登録もよろしくね。 Twitter、インスタ、TikTok のフォローと LINE の追加もよろしくね。バイバーイ。チャンネル登録お願いします。こちらの動画も